はい、どうも不明だよです。今回ですけれども、とりあえずガストンやりながら話そうかなと思います。で、まあ何の話かというと、まあサムネタイトルとかにね書いてあると思うんですけども、あの12月入ってやたらコイン倍率おかしくないですかと、いうことで、ちょっと皆さんのこの12月入ってからのそのコイン倍率どうかっていうのをお聞きしたいです。で、まあ自分ライブでやっててもですね、まあ基本的にね 1.1 倍がねなかなか出ないで、2桁倍率もまあ12月入って1回出てますけども、なんかすごいんだよ。はい。で、ライブ中にですね、まあ、あの、リスナーさんからも、よくコメントをもらいますけれども、で、メンバーの方もね、すごい高倍率来てですね、本当に、まあ、ワンチャン、本当にさ、その、コイン倍率の確率、12月変えてきてんじゃないか説？はい。っていうぐらい本当に皆さん来ていてですね、不思議だなと思っておりますので、まあちょっとねコメントの方にね皆さんちょっと、まあどんな感じなのかっていうところをね、皆さん教えてください。で、まあこんな中で、まあ三が日に向けてね、まあ皆さんあのコイン稼ぎ頑張ってるから、逆にそういうコイン購買率の報告が増えてるだけなのかもしれないんですけども、だとしてもね、明らかにちょっと多すぎるんで、そんな報告だってもうないよ。ない。本当にない。全然ない。12月に入った途端51倍来た、11倍、21倍来たっていう報告がめちゃくちゃ来るんですよ、ライブで。はい。なんでね、まあ自分もね、2桁倍率来てますし、で、まあ、本当にね、平均倍率が明らかに高いんで、はい、いやおかしいぞと、いうとこになっております。多分左にね書いてあると思うんですけども、ちょっとね、まあ今月12月15日まで、あの、まあ、ライブで、まあ、統計取ってますけれども、ちょっと11月の前半と12月の、まあ、前半のちょっと確率平均のところとかもね、ちょっと載せておきたいと思いますので、まあ載ってると思うんで、まあ、こんな感じですよっていうところですね。ちょっとどういう結果になってるかわからないんですけども、って言って11月の方がよかったら、あれみたいな感じですけどね。まんまいけんかった。ラストボーナスお願い。あ、いけたんじゃない？ギリいけたんじゃない？ドナルドだけ。いけた。やった。1万枚ぴったし。1.1 倍じゃないかい。こういう動画撮ると大体 1.1 倍なんだよな。分かってるんです。はい。まあそんな感じで、引き続き皆さんコイン稼ぎはね頑張っていただきたいんですけども、まあ残りねもう本当に半分ですね。今年12月もう半分過ぎちゃいまして、コイン稼ぎ皆さん頑張ってますでしょうか。まあ自分ね結構頑張ってるんですよ、なんだかんだ言うて。サブアカも900万貯まってますしすいません、貯まっててですね。で、まあメインアカもピックアップ引いて、まあ、さらにですね、まあ、そこからまた頑張って600万以上ですね。今612万とか13万とかかな。はい、溜まっておりまして、まあ、なかなか頑張っているんですけども、まあ、やはりつむさとのね、両立ですね。まあ、なかなか厳しいですよね。さあ。ちょっと俺3プレイぐらいガストンでこの動画内でも稼ぎたいんですけども、ちょっとこの配信動画撮影中全部 1.1 倍説こういう動画撮るときに限ってね倍率がね低かったりするんですよね。なんかライブでね本当にね1時間やって 1.1 倍1回しか来なかったとかザラにあるんですよね。で昨日なんか確か 1.1 倍2回しか来なかったんで、
マジでね、コイン稼ぎ効率が、ね、最近めちゃくちゃいいんですよね。1時間で、まあ、いろんなツム使ってですね、やってますけども、20万って20万超えるんですよね。はい、なんでなかなか最近効率が良すぎてですね、いやハッピーなんですけれども、このね、まあ、実態はどうなのかというところもね、まあ、ちょっとコメント欄見ればまあわかるのかなっていうところもね考えられると思いますので、マジでみんなすごいよね。これ11倍がやっとだよ。まあでもね、3倍とかそういうのは結構来るんですよ。2倍とかそういうのはまあ割と来るんですけど、やばい、ちょっとまあね、手がかじかんでおりまして、なかなかなぞりがうまくいきません。あー、まんまいけないパーティーかなこれ。大丈夫かな。でも11秒でしょ。こううまく調整してギリギリもうワンフィーバーいけるパーティーになったら、あーでもまんまいけるね、確定ですね。いかなかったですね、今フィーバー中なんで。いかないパーティー工程でした。危ない危ない。よし、とりあえず1万193コイン。さあ、また 1.1 倍のような気がする。いや、なんなら51倍でもいいんですよ。 1.1 倍。やばい、これはもう逆に 1.1 倍のような気がする。次やったら、次やってまた 1.1 倍のような、なんかあれちょっとなんかコイン倍率増えたんじゃないって言ったのが、なんかもうあれみたいな感じになっちゃうじゃん。こんな動画になっちゃうね。おかしいやん。もうちょっと頑張ってくれよ、倍率さん。まあ、あの、本日もね、あの、夜、ちゃんとライブやりますんで、あの、ぜひとも遊びに来てください。まあ、そこでちゃんと結果を見せるんでね。さあ、お願いしたい。で、マジでさ、やばい。マジでやばい。マジでやばい。そういえばさ、アモングアス知ってますか皆さん。アモングアス、ちょっと読み方合ってるか知らんけど、スイッチで日本語版対応のやつが本日配信されたんですよね。520円だからなんですけど、多分俺自分ポイントで買えると思うんですけど、欲しいな。でも俺やる人いないんだ、アモングアスで。まあ、ちなみに言うと、やり方もよくわからないけど、とりあえず人狼になって殺しまくりたいっていう。ただそれだけね。どういう、まあ、とりあえず人狼になったら、まあ、殺せるらしいんですけど。そうだね。いきなりやってもさ、あれルール説明わかるんかな。日本語化されてるからルールわかるんかな、読めば。40。どう、まあ、まんまはいけるか。いくらちょっと寒くてなぞりがやばそうだと思っていても、まあまんまはいけそうな気がする。うい、40。どう、てか俺あれだね、多分ダウンジャケットのさ、擦れ音聞こえてるかなこれ。ちょっと耳障りな感じでしたらごめんなさい。よし、これで9100枚超え。モアフィーバーいけるよね。よし、万枚確定。さあ、これで 1.1 倍だったら泣けてくるやつ。フォーキーも1個だけ。さあどうなんだい。 1.1 倍な気がするな。 1.3
1.3 倍だ。はい、ちょっとこの動画内ではね全然あの倍率来ませんでしたけども、ちょっとね皆さんあのコメントの方ねぜひともよろしくお願いいたします。はい、ってな感じで、まあ、今回はねちょっと12月入ってコイン倍率ちょっとおかしくないですかという、まあ、ことでちょっと動画にさせていただきました。皆さんのねコメントお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価の方もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイ。深い闇に包まれ、くじけそうでも今日